中国のこのなんか不思議なニュースちょっと触れときます。不思議なニュースこちらと、ですね、韓国 の、 あの大統領がどうのこうのというこちらですよね、はい、会談資料もニュースか、はいはい、そうです、はい、ではこちらの韓国関係のニュース2枚いきましょう。日本との会談資料も入手かというね、韓国大統領の親友は、うん、はい、こちら2枚に参りましょう。共同通信によりますと、韓国のパク・クネ大統領が演説の原稿などの機密資料を親友の女性に提供していた疑惑に絡み、パク氏が大統領就任前に会談した安倍総理大臣の特使への対応方針も事前にこの女性に渡っていた疑いが浮上しました。これは韓国の JTBC テレビが伝えたもので、この親友の女性が日本との外交にも関わっていた可能性が出ております。パク氏は大統領就任前の2013年1月、安倍総理の特使として韓国を訪問した自民党の額賀元財務大臣と会談しました。その際の額賀氏への対応方針では、従軍慰安婦や島根県の竹島をめぐる問題への対応が言及されており、会談の9時間ほど前、この女性に電子ファイルで送られたということです。実際の会談でパク氏は歴史の直視に言及したものの、踏み込んだ発言はせず、両者は竹島をめぐる問題などで冷え込んだ日韓関係を修復していくことで一致していました。まあ、なんか一部ではね、要するにこう一種の洗脳、はい、みたいなこともちょっと言われていますよね。この親友の女性から受けていたというようなことですか。まあ、そういうようなね。で、やっぱりこのパク・クネさんっていう人は非常に孤独な人なんですね、昔から。あの 大統領だから孤独というよりも、やっぱりね、そのパク・チョンイの娘、長女であるっていう、まあ、やっぱり特殊な人ですよね、はい、うん、でご本人だってその、まあ、命狙われたこともあるしね、あの顔切られたこともありましたよね。で、そのまあ、ご両親自体がね、暗殺ということですからね、やっぱりそういうようなこう特殊な、ね、状況にある方だから、まあ、あの非常に孤独な人だっていうことは前から言われてたんですよね。で、昨日たまたまね、私さっき冒頭にもお話ししましたように、その、まあ、某三大師のね、解説委員、まあね、彼はね、はっきり言ってましたけどね、まあ、今回のこのことでもう極まれりだと思うけれども、うん、はい、韓国は終わるかもしれませんと。 国が、そこまで韓国の方がおっしゃるわけですか。はい、そうですね。で、まあまあ、彼はその非常に知日派でもあるしね、まあ、国際社会というところから俯瞰して韓国を見てる人だから、はあ、でまあ、それは自分ご自分の勤めてる新聞では多分書けないと思いますよ。いや、ね、あの国の状況が。でも非常にもうね、なんていうのかな、悲観的に言っていました。で、まあ、ただね、これを言ったら怒るかもしれないけれども、はい、韓国人っていうのはどっかでね、でもまあ、例えば日本は日本に散々こういろんな悪態をついたりしてるんだけれどもね、でもまあ日本はこういろいろ助けてくれる国だっていうふうには認識してるんですよというから、いやいや、それはちょっとね、もう今となってはそれはちょっと日本の国民世論として、そういうことにはならないよと、はい、でなんで そこまですごくこう悲観的に、ね、見てるかというと、はい、まあ、このことが出て、要するにパク・クネ大統領の支持率というのが10数%ですか、はいはい、まで、落ち込んでいる。本当はもっとないかもしれないと。あ、それでも水増しがあるんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。あ、1割もいるのかと、もうこの人支持してる人が、まあ、ただ固定的なね、なんかある種のこう、ファンみたいな人がいるから、まあそれぐらいはいるのかな。でもこう実感としてはね、はい、10人のうち1人も支持してないんじゃないかっていうような感覚であると、でしかし韓国はね、さっき冒頭おっしゃったように、そんなに簡単に大統領を下ろせないんですよ、はいはい、だからあと1年以上もの間ね、この状態続くわけですね、そうすると今やっぱり北朝鮮が本当にどんどんね、いろんな形でこうせり出してきてるじゃないですか、はい、この情勢の中で本当に韓国は持つんだろうかという危機感を持っていると、むしろそうなると安全保障を、もうその担うべきその一線の軍人さんたちとか、彼らの間で、そうなんですね、やっぱりですからそういったね、そのじゃあ安全保障を担っている人たち、特に現場を担っている人たちの、まあ、モチベーションというのかな、そういう問題にも相当影響してるでしょうし、すでにということですね。で、まあ、次の大統領がどうのこうのなんていう話題もね、
出てはいるけれどもうほとんど盛り上がらないんだと、それはなぜかというともう誰も国民が政治に期待していないと、いうことなんですよね。ですからね、もう韓国という国は本当に持たないかもしれませんと、はい、でそうなった時、一番困るシナリオとしては、まあ、北朝鮮が伸長してくるってことですよ。そうですね、間違いなくそうですよね。でまあ、北だってね、あの内情はいろいろあるんだろうと思うけれども、ただ北朝鮮自体はやっぱりまあ独裁国家であるから、ある意味そのなんていうかな、いろんな乱れがない部分がありますよね。それから今、まあ、我々にとってみればそれは脅威でしかないんだけれども、核兵器の、まあ、核の開発ですね、これについてもまあほぼね、成功して、特に核の小型化にも成功してきているだろう。それからミサイル技術も飛躍的に向上している、まあ、そういう意味では周囲に与えるね、その威力というのかな、それは増してるわけですよね、だから向こうの方がずっと、まあ言ってみれば貧乏なんだけれども、国力が増大していて勢いがあるということになっている。それからさらに、まあ、前から私この番組でお伝えしてるんですけれどもね、なかなか日本のメディアはそれを言わないんだけれども、北朝鮮は今の金正恩の体制になって経済も持ち直してるんですよ。いい方向に行ってしまっているんですよね。で特にその平壌だけではなく、それ以外の都市部なんかでも、まあ、国民の生活というのはかなり良くなっているというふうに向こうに行ってる人が実際に言っているんですね。ということになってくると、まあ、それでもまだ韓国との間ではすごく大きな差があるにもかかわらず、あまりにも韓国はもう政治的にグダグダになってしまって、全くグリップが効かない状態になってくると、まあ、北朝鮮が伸長してくるというようなことが、まあ、現実にね起こりうるんだけれども、ただその、まあ、私の友人が言ってたのは、そういう危機感が本当の意味でないですよと。韓国国内でも、韓国国内でちょっと弛緩しちゃってると言いますかね、だから韓国も平和ボケなんですって、なんかそうはちょっと思えないんだけれども、まあ彼はそういうふうに言ってるんですよね。いやね、でね、やっぱりね、そう比較して言ってましたけどね、いや日本人がよく自重気味にね、いや平和ボケしてますよっておっしゃるけれども、日本人は平和ボケしてると言いながらもみんなが社会のために働いてるじゃないかと、で韓国人は基本的には自分のためにしか働きませんと、もともとそもそもが、そうなんだけれども、それを今まで、まあ、例えば反日だとかいろんなものを使いながらその、まあ、国威発揚的にね、国民意識みたいなものを一生懸命醸成してきたんだと、だけど国のトップがこんな状況だっていうことがもう分かった瞬間に、みんながやっぱり本心に立ち返っちゃうと、あ、やっぱりもう国なんてものをその信頼してもしょうがないんだと、いうことにもうどんどんなっていくんですよと。で、もう何年も前からそれはそうなんだけれども、若い世代というのはもうどんどんアメリカだとかね、そういうところに行って、向こうに、まあ、永住権を持ったり、あるいは場合によっては国籍も取ってしまうというようなことが最大の関心事だから、でよくね、オーソンファさんっていう日本にいらっしゃるね、韓国系の学者さんがおっしゃるけれども、韓国ではよその国の国籍を取ったらお赤飯炊きますからっていうね、でそれが今やもうお赤飯を炊くっていう余裕すらないんですよって、私がだからお赤飯炊くんだもんねって言ったら、いやいやそういう余裕すらなくて、もうとにかくその韓国以外の、そして韓国よりも、まあ、先進国ですね、の国籍欲しいと、はあいうような、それも切実なね、思いになっていると。つまりこの国で何かを成そうというような、そこに夢があるっていうようなことはもう全くないので、となんかね、よその国のことですけど、伺えば伺うほどなんかこう気の毒っていうかね。そうなんですよ。でね、このね、やっぱ政治的にグダグダだということと、もう一つ韓国人にとって大きな打撃になっているのはやっぱサムソンの問題ですね。これもやっぱり相当なね、こうショックというのが、テレフォンじゃなくてテロフォンだなんていう ね言われ方のね、携帯電話でしたっけ、発火しちゃうっていうね、でやっぱりその、まあ、特に韓国は財閥支配の国だから、そしてその中でもとりわけサムソンというのはね、そういう、まあその中のトップじゃないですか。もちろん名門ですね、そうなんですよね。で私たちはね、なんかこう携帯電話の会社とかね、家電系の会社というイメージしてるけれども、韓国に行ってちょっと仕事してみると分かるんですけれども、ね、ありとあらゆる産業がその傘下に入ってるんですよね。例えば韓国で一番名門と言われるシーラホテルっていう、シンラとかの、シーラホテルっていう一番名門のホテルなんですよ。あそこもサムソンのグループなんですね。
ですから、まあ、そういうふうにね、うんそのまあ、ですからこの財閥の雄が、うん、あ崩れたらどうなるんだっていうね、うん、今までは大体ねその財閥系の企業に入ってる人たちはまあまあ肩で風切ってましたよ、それなりに高級でね、うん、で逆にその人たちとそこの傘下にいられない一般庶民との間の格差が広がってるってことが問題だったんだけれども、こっちの、ね、人たちも、まあ、現代の特権階級ですよね、こういう人たちすらももうもしかしたらダメかもしれないというようなことがあって、さらに大統領はまあ言ってみればこの手たらくだという状況だと、もう韓国という国が本当に、うん、ということを三大使の解説委員が言うんですよ。まあ、それはもう友人だから の, そのあれですけど、プライベートトークですけれども、いやでもだからこそ本音の部分がね見え隠れ、うん、そうなんです、せざるを。だからそのこんなこと言うのは申し訳ないけれども、自分の彼息子がいるんだけれどもね、大学生なんだけど日本の大学に来てますよ、つまり小学校時代日本で過ごしたからもう日本のこの気分なわけだから、絶対自分はもうどんなことしても大学は日本に行くっていうふうに言ってて、本当に日本に来てるんですけれども、とにかくもう息子には日本人になってほしいと、このまま、うん、もうまあ、具体的に帰化とか、はい、それも視野に入れてという、はい、もうまあ、どうせ自分たち親の方が先に、ね、死ぬんだけれども、もう日本息子には無事に日本人になって、うん、いい日本人として生きててほしいっていう、そういうこと。いやもうなんか響きが切ないですね。切ないんですよ、もう本当に。何ですかね。いやだから別に私視聴者の方々に同情してやってくれって言ってるわけじゃないですよ。だけどね、やっぱり韓国のね、つまり韓国人っていうのはもともと一人一人見たらものすごいパワーがあるわけ、なんでこんなことになっちゃうんだろうなっていうね、本当に不思議な感じなんですけれども、まるでねやっぱりだから韓国の王朝ドラマなんかを見てるようなね、ものすごくそのなんて言ったらいいのかな、こうちょっと近代社会とかけ離れたような、ね、全く王朝みたいでしょ、つまりパク王朝みたいなのがあってね、うん、そこのその孤独なお姫様が、うん、まあ、いよいよ実権を握りましたけれども、うん、なんかよくわからない人にね、はいはいはい、まあ、操られてましたっていうのかな、うん、そんな話じゃないですか、これ現代の話と思えませんよね。そうですね。いやそれはね、例えば先進国でもあるいは日本でもですよ、はい、その為政者、まあ、要するにトップ、国のトップなんていうのはすごく孤独だから、うん、そういう心の隙間にスッと入り込んでね、まあ、いろんなこう還元を浪するみたいな、そういう輩が出てくるっていうのは、まあ、ありがちなことだけれども、でもどうもね、ちょっと質が違う。それから例のセウォル号事件の時に空白の何時間とかっていうのあったじゃないですか、あの時はまあ男性のことがね、いろいろ取り沙汰されましたけれども、どうもやっぱりこの方 の, そのこう周囲を取り巻くね人間関係もおかしいし、それからとてもね、そういった大統領っていうのは基本的にはシステムの中にいる人なはずなんですよ。そういう感じが見えませんものね。なんかものすごく私ですね、私的な存在としていつもあるような感じを受けますよね。そういう意味でなんかこう政治システムそのものがものすごく全近代的なのじゃないかというふうに思えてならないんですけど、これ相当根が深いですね。そうですね。まあ余計なお世話せんばんですけど、その次期大統領のね候補にしても現時点ではパン・ギムンさんぐらいしかその名前は出てなくて、ね、トランプ候補的な存在が出てくる余地すらないという。いやもう一人いるんですけれどもね、一応国内で、ただまあその機運が全然盛り上がってないというところが問題ですね。ということなんでしょうね、うん、でやっぱり政治風土を改革するということがないと、誰が大統領になるかというよりも、今言ったみたいにね、つまり常に大統領というのはなんかすごく私的な存在として、いると、で国民から有利してしまっていると、こうなってくるとやっぱりこれはダメですよね、誰がなろうが、そして加えて反日的な方針自体は絶対そうなので、ね、何かっていうとやっぱり反日頼みでしょ、要は、反日頼みで国をまとめて、で反日で国日本を揺すって、まあ、要するに言ってみれば日本に揺さぶりかけてね、日本から何かをぶんどろうっていうことだけでね、やっぱり生き延びようとすることにそもそも問題があるわけですよね。まあね、その、有馬さんのお知り合いの記者の方の予言になったらね、通りにならないことを、日本もなんか無関係でいられないですね、まあ、隣国のよしみとしてね、そうです、なんかお悔やみ申し上げるみたいな感じになっちゃいましたね。ですね。
なんていうかな、いろんな乱れがない部分がありますよね。それから今、まあ、我々にとってみればそれは脅威でしかないんだけれども、核兵器の、はい、まあ、核の開発ですね、これについても、まあ、ほぼね、はい、成功して、特に核の小型化にも成功してきているだろう、それからミサイル技術も飛躍的に向上している、まあ、そういう意味では周囲に与えるね、はい、その威力というのかな、それは増してるわけですよね、はいはい。だから向こうの方がずっと、まあ言ってみれば貧乏なんだけれども、国力が増大していて勢いがあるということになっている。それからさらに、まあ前から私この番組でお伝えしてるんですけれどもね、なかなか日本のメディアはそれを言わないんだけれども、北朝鮮は今の金正恩の体制になって経済も持ち直してるんですよ。いい方向に行ってしまっているんですよね。で、特にその平壌だけではなく、はい、それ以外の都市部なんかでも、まあ、国民の生活というのはかなり良くなっているというふうに向こうに行っている人が実際に言っているんですね。ということになってくると、まあ、それでもまだ韓国との間ではすごく大きな差があるにもかかわらず、あまりにも韓国はもう政治的にグダグダになってしまって、全くグリップが効かない状態になってくると、まあ、北朝鮮が伸長してくるというようなことが、そうですね。で、まあまあ彼はその非常に知日派でもあるしね、まあ国際社会というところから俯瞰して韓国を見てる人だから、で、まあそれは自分ご自分の勤めてる新聞では多分書けないと思いますよ。いやね、あの国の状況が。でも非常にもうね、なんていうのかな、悲観的に言っていました。で、まあただね、これを言ったら怒るかもしれないけれども、はい、韓国人というのはどっかでね、でもまあ例えば日本は日本に散々こういろんな悪態をついたりしてるんだけれどもね、でもまあ日本はこういろいろ助けてくれる国だっていうふうには認識してるんですよ、というか、いやいやそれはちょっとね、もう今となってはそれはちょっと日本の国民世論として、そういうことにはならないよと、でなんで そこまですごくこう悲観的にね見てるかというと、まあ、このことが出て、要するにパク・クネ大統領の支持率というのが十数パーセントですか、まで落ち込んでいる。本当はもっとないかもしれないと。あ、それでも水増しがあるんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。1割もいるのかと、もうこの人支持してる人が。まあ、ただ固定的なね、なんかある種のこうファンみたいな人がいるから、まあそれぐらいはいるのかな。でもこう実感としてはね、10人のうち1人も支持してないんじゃないかっていうような感覚であると、でしかし韓国はね、さっき冒頭おっしゃったように、そんなに簡単に大統領を下ろせないんですよ、だからあと1年以上もの間ね、この状態続くわけですね、そうすると今やっぱり北朝鮮が本当にどんどんね、いろんな形でこうせり出してきてるじゃないですか、この情勢の中で本当に韓国は持つんだろうかという危機感を持っていると。むしろそうなると安全保障を、もうその担うべきその一線の軍人さんたちとか、彼らの間で、そうなんですね、やっぱりですからそういったね、そのじゃあ安全保障を担っている人たち、特に現場を担っている人たちの、まあ、モチベーションというのかな、そういう問題にも相当影響してるでしょうし、すでにということですね。で、まあ、次の大統領がどうのこうのなんていう話題もね、出てはいるけれど、もうほとんど盛り上がらないんだと。それはなぜかというと、もう誰も国民が政治に期待していないと、いうことなんですよね。ですからね、もう韓国という国は本当に持たないかもしれませんと。で、そうなった時、一番困るシナリオとしては、まあ、北朝鮮が伸長してくるってことですよ。そうですね、間違いなくそうですよね。で、まあ、北だってね、内情はいろいろあるんだろうと思うけれども、ただ北朝鮮自体はやっぱりまあ独裁国家であるから、ある意味その、韓国のこのなんか不思議なニュースちょっと触れときます。不思議なニュース、こちらと、ですね、韓国 の、 大統領がどうのこうのという、こちらですよね、はい、会談資料もニュースかというね、はい、そうです、ではこちらの韓国関連のニュース2枚いきましょう。日本との会談資料も入手かというね、韓国大統領の親友は、はい、こちら深入りまいりましょう。共同通信によりますと、韓国のパク・クネ大統領が演説の原稿などの機密資料を親友の女性に提供していた疑惑に絡み、パク氏が大統領就任前に会談した安倍総理大臣の特使への対応方針も事前にこの女性に渡っていた疑いが浮上しました。
これは韓国の JTBC テレビが伝えたもので、この親友の女性が日本との外交にも関わっていた可能性が出ております。パク氏は大統領就任前の2013年1月、安倍総理の特使として韓国を訪問した自民党の額賀元財務大臣と会談しました。その際の額賀氏への対応方針では、従軍慰安婦や島根県の竹島をめぐる問題への対応が言及されており、会談の9時間ほど前、この女性に電子ファイルで送られたということです。実際の会談でパク氏は歴史の直視に言及したものの、踏み込んだ発言はせず、両者は竹島をめぐる問題などで冷え込んだ日韓関係を修復していくことで一致していました。まあ、なんか一部ではね、要するにこう一種の洗脳、はい、みたいなこともちょっと言われていますよね。この親友の女性から受けていたというようなことですか。まあ、そういうようなね。で、やっぱりこのパククネさんっていう人は非常に孤独な人なんですね、昔から、はあ、大統領だから孤独というよりも、やっぱりね、そのパクチョイの娘、長女であるっていう、まあ、やっぱり特殊な人ですよね、はい、でご本人だってその、まあ、命狙われたこともあるしね、顔切られたこともありましたよね、で、まあ、ご両親自体がね、暗殺ということですからね、やっぱりそういうようなこう特殊な、ね、状況にある方だから、まあ、非常に孤独な人だっていうことは前から言われてたんですよね。で、昨日たまたまね、私さっき冒頭にもお話しましたよね、その、まあ、某三大師のね、はい、解説、まあね、彼はね、はっきり言ってましたけどね、まあ、今回のこのことでもう極まれりだと思うけれども、はい、もう韓国は終わるかもしれませんと。国が、そこまで韓国の方がおっしゃるわけです、はい、らないよと、はい、でなんでそこまですごくこう悲観的に、ね、見てるかというと、はい、まあ、このことが出て、要するにパク・クネ大統領の支持率というのが10数%ですか、はいはい、まで、落ち込んでいる。本当はもっとないかもしれないと。あ、それでも水増しがあるんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。あ、1割もいるのかと、もうこの人支持してる人が、まあ、ただ固定的なね、なんかある種のこう、ファンみたいな人がいるから、まあそれぐらいはいるのかな。でもこう実感としてはね、はい、10人のうち1人も支持してないんじゃないかっていうような感覚であると。で、しかし韓国はね、さっき冒頭おっしゃったように、そんなに簡単に大統領を下ろせないんですよ、はいはい、だからあと1年以上もの間 ね、この状態続くわけです ね。そうすると今やっぱり北朝鮮が本当にどんどん ね、いろんな形でこうせり出してきてるじゃないですか、はい、この情勢の中で本当に韓国は持つんだろうかという危機感を持っていると、むしろそうなると安全保障を、もうその担うべきその一線の軍人さんたちとか、彼らの間で、そうなんですね、やっぱりですから、そういったね、そのじゃあ安全保障を担っている人たち、特に現場を担っている人たちの、まあ、モチベーションというのかな、そういう問題にも相当影響してるでしょうし、すでにということですね。で、まあ、次の大統領がどうのこうのなんていう話題もね、出てはいるけれど、もうほとんど盛り上がらないんだと。それはなぜかというと、もう誰も国民が政治に期待していないと。いうことなんですよね。ですからね、もう韓国という国は本当に持たないかもしれませんと、はい、でそうなった時、一番困るシナリオとしては、まあ、北朝鮮が伸長してくるってことですよ。そうですね、間違いなく、そのパク・クネさんっていう人は非常に孤独な人なんですね、昔から、はあ、大統領だから孤独というよりも、やっぱりね、そのパク・チョイの娘、長女であるっていう、まあ、やっぱり特殊な、はい、人ですよね、でご本人だってその、まあ、命狙われたこともあるしね、顔切られたこともありましたよね、で、まあ、ご両親自体がね、暗殺ということですからね、やっぱりそういうようなこう特殊な、ね、状況にある方だから、まあ、非常に孤独な人だっていうことは前から言われてたんですよね、で昨日たまたまね、私さっき冒頭にもお話しましたよね、その、まあ、某三大師のね、はい、まあね、彼はね、はっきり言ってましたけどね、まあ、今回のこのことでもう極まれりだと思うけれども、はい、韓国は終わるかもしれませんと。国が、そこまで韓国の方がおっしゃるわけですか。はい、そうですね。で、まあまあ、彼はその非常に知日派でもあるしね、まあ、国際社会というところから俯瞰して韓国を見てる人だから、はあ、
で、まあ、それは自分ご自分の勤めてる新聞では多分書けないと思いますよ。いやね、あの国の状況が。でも非常にもうね、なんていうのかな、悲観的に言っていました。で、まあ、ただね、あのこれを言ったら怒るかもしれないけれども、はい、韓国人っていうのはどっかでね、でもまあ例えば日本は日本に散々こういろんな悪態をついたりしてるんだけれどもね、でもまあ日本はこういろいろ助けてくれる国だっていうふうには認識してるんですよというか、いやいやそれはちょっとね、もう今となってはそれはちょっと日本の国民世論としてそういうことにはなりますかね。だから韓国も平和ボケなんですって、なんかそうはちょっと思えないんだけれども、まあ彼はそういうふうに言ってるんですよね。いやでね、やっぱりね、そう比較して言ってましたけどね、いや日本人がよく自重気味にね、いや平和ボケしてますよっておっしゃるけれども、日本人は平和ボケしてると言いながらもみんなが社会のために働いてるじゃないかと、で韓国人は基本的には自分のためにしか働きませんと、もともとそもそもが、そうなんだけれども、それを今まで、まあ、例えば反日だとかいろんなものを使いながらそのまあ、国威発揚的にね、国民意識みたいなものを一生懸命醸成してきたんだと。だけど国のトップがこんな状況だっていうことがもう分かった瞬間に、みんながやっぱり本心に立ち返っちゃうと、あ、やっぱりもう国なんてものをその信頼してもしょうがないんだと、いうことにもうどんどんなっていくんですよと。で、あのもう何年も前からそれはそうなんだけれども、若い世代というのはもうどんどんアメリカだとかね、そういうところに行って、向こうに、まあ、永住権を持ったり、あるいは場合によっては国籍も取ってしまうというようなことが最大の関心事だから、で、よくね、オーソンファさんっていうあの日本にいらっしゃるね、はい、あの韓国系の、学者さんがおっしゃるけれども、韓国ではよその国の国籍を取ったらお赤飯炊きますからっていうね、でそれが今やもうお赤飯を炊くっていう余裕すらないんですよって、私がだからお赤飯炊くんだもんねって言ったら、いやいやそういう余裕すらなくて、もうとにかくその韓国以外の、そして韓国よりも、まあ、先進国ですね、の国籍欲しいと、はあいうような、それも切実なね、思いになっていると。つまりこの国で何かをなそうというような、で、まあ、北だってね、内情はいろいろあるんだろうと思うけれども、ただ北朝鮮自体はやっぱりまあ独裁国家であるから、ある意味そのなんていうかな、いろんな乱れがない部分がありますよね。それから今、まあ、我々にとってみればそれは脅威でしかないんだけれども、核兵器の、まあ、核の開発ですね、これについてもまあほぼね、成功して、特に核の小型化にも成功してきているだろう。それからミサイル技術も飛躍的に向上している、まあ、そういう意味では周囲に与えるね、その威力というのかな、それは増してるわけですよね、だから向こうの方がずっと、まあ言ってみれば貧乏なんだけれども、国力が増大していて勢いがあるということになっている。それからさらに、まあ、前から私この番組でお伝えしてるんですけれどもね、なかなか日本のメディアはそれを言わないんだけれども、北朝鮮は今の金正恩の体制になって、経済も持ち直してるんですよ、いい方向に行ってしまっているんですよね、で特にその平壌だけではなく、それ以外の都市部なんかでも、まあ、国民の生活というのはかなり良くなっているというふうに向こうに行ってる人が実際に言っているんですね、ということになってくると、まあ、それでもまだ韓国との間ではすごく大きな差があるにもかかわらず、あまりにも韓国はもう政治的にグダグダになってしまって、全くグリップが効かない状態になってくると、まあ、北朝鮮が伸長してくるというようなことが、まあ、現実にね起こりうるんだけれども、ただその、まあ、私の友人が言ってたのは、そういう危機感が本当の意味でないですよと言うんですね。韓国国内でも、韓国国内でちょっと弛緩しちゃってると、韓国のこのなんか不思議なニュースちょっと触れときます。不思議なニュースこちらと、ですね、韓国 の、 あの大統領がどうのこうのという、こちらですよね、はい、会談資料もニュースか、はいはい、そうです、はい、ではこちらの韓国関係のニュース2枚いきましょう。日本との会談資料も入手かというね、韓国大統領の親友は、はい、こちら深入りまいりましょう。共同通信によりますと、韓国のパク・クネ大統領が演説の原稿などの機密資料を親友の女性に提供していた疑惑に絡み、パク氏が大統領就任前に会談した安倍総理大臣の特使への対応方針も事前にこの女性に渡っていた疑いが浮上しました。
これは韓国の JTBC テレビが伝えたもので、この親友の女性が日本との外交にも関わっていた可能性が出ております。パク氏は大統領就任前の2013年1月、安倍総理の特使として韓国を訪問した自民党の額賀元財務大臣と会談しました。その際の額賀氏への対応方針では、従軍慰安婦や島根県の竹島をめぐる問題への対応が言及されており、会談の9時間ほど前、この女性に電子ファイルで送られたということです。実際の会談でパク氏は歴史の直視に言及したものの、踏み込んだ発言はせず、両者は竹島をめぐる問題などで冷え込んだ日韓関係を修復していくことで一致していました。うーん、まあ、なんか一部ではね、要するにこう一種の洗脳、はい、みたいなこともちょっと言われていますよね。この親友の女性から受けていたというようなことですか。まあそういうようなね。でやっぱりこのやっぱり相当なね、こうショックというのが、テレフォンじゃなくてテロフォンだなんていう ね言われ方のね、あの携帯電話でしたっけ、発火しちゃうっていうね。でやっぱりその、まあ、特に韓国は財閥支配の国だから、そしてその中でもとりわけサムスンというのはね、はいはい、そういう、まあその中のトップじゃないですか。もちろん名門というね、そうなんですよね。で私たちはね、なんかこう携帯電話の会社とかね、はい、家電系の会社っていうイメージしてるけれども、韓国に行ってちょっと仕事してみると分かるんですけれども、ね、はい、ありとあらゆる産業がその傘下に入ってるんですよね。例えばあの、韓国で一番名門と言われるシーラホテルっていう、はいはい、あのシンラとかシラギのシン、シーラホテルっていう、ね、あの一番名門のホテルなんですよ、ね、あそこもサムスンのグループなんですね。ですから、まあ、そういうふうにね、その、まあ、ですからこの財閥の優が、崩れたらどうなるんだっていうね、今までは大体ね、その財閥系の企業に入ってる人たちはまあまあ肩で風切ってましたよ、それなりに高級でね、で逆にその人たちとそこの傘下にいられない一般庶民との間の格差が広がってるってことが問題だったんだけれども、こっちの、ね、人たちも、まあ、現代の特権階級ですよね、こういう人たちすらも、もうもしかしたらダメかもしれないというようなことがあって、さらに大統領は、まあ、言ってみればこの体たらくだという状況だと、もう韓国という国が本当に、ということを三大紙の解説委員が言うんですよ。まあ、それはもう友人だから そのあれですけど、いやいやいや、プライベートトークですけれども、いやでもだからこそ本音の部分が、ね、見え隠れ、そうなんです、せざるを。だからそのこんなこと言うのは申し訳ないけれども、自分の彼息子がいるんだけれども、ね、大学生なんだけど、はい、日本の大学に来てますよ。つまり小学校時代日本で過ごしたから、もう日本のこの気分なわけだから、絶対自分はもうどんなことしても大学は日本に行くっていうふうに言ってて、本当に日本に来てるんですけれども、とにかくもう息子には日本人になってほしいと、このまま、もう具体的に帰化とか、はい、それも視野に入れてという、はい、もう、まあ、どうせ自分たち親の方が先に、ね、死ぬんだけれど も日本息子には無事に日本人になって、いい日本人として生きててほしいっていう、そういうこと。だんだん響きが切ないですね。切ないんですよ、もう本当に。何ですかね。いやだから別に私、視聴者の方々に同情してやってくれって言ってるわけじゃないですよ。いや、もちろん、だけどね、はい、やっぱり韓国のね、つまり韓国人っていうのはもともと一人一人見たらものすごいパワーがあるわけ、なんでこんなことになっちゃうんだろうなっていうね、本当に不思議な感じなんですけれども、まるでね、やっぱりだから韓国の王朝ドラマなんかを見てるようなね、ものすごくそのなんて言ったらいいのかな、こうちょっと近代社会とかけ離れたような、うね、全く王朝みたいでしょ。つまりパク王朝みたいなのがあってね、そこのその孤独なお姫様が、まあいよいよ実権を握りましたけれども、なんかよくわからない人にね、まあ操られてましたっていうのかな、存在していて勢いがあるということになっている。それからさらに、まあ、前から私この番組でお伝えしてるんですけれどもね、なかなか日本のメディアはそれを言わないんだけれども、はい、北朝鮮は今の金正恩の体制になって、経済も持ち直してるんですよ、いい方向に行ってしまっているんですよね。で特にその平壌だけではなく、はい、それ以外の都市部なんかでも、まあ、国民の生活というのはかなり良くなっているというふうに向こうに行ってる人が実際に言っているんですね、ということになってくると、まあ、それでもまだ韓国との間ではすごく大きな差があるにもかかわらず、あまりにも韓国はもう政治的にグダグダになってしまって、全くグリップが効かない状態になってくると、まあ、北朝鮮が伸長してくるというようなことが、まあ、現実にね起こりうるんだけれども、ただその、まあ、私の友人が言ってたのは、そういう危機感が本当の意味でないですよと、
うんですね、韓国国内でも、うん、韓国国内でちょっと弛緩しちゃってると言いますかね、うん、だから韓国も平和ボケなんですって、なんかそうはちょっと思えないんだけれども、あ、まあ彼はそういうふうに言ってるんですよね。いやね、うん、でね、やっぱりね、そう比較して言ってましたけどね、いや日本人がよく自重気味にね、いや平和ボケしてますよっておっしゃるけれども、日本人は平和ボケしてると言いながらもみんなが社会のために働いてるじゃないかと、で韓国人は基本的には自分のためにしか働きませんと、もともとそもそもが、まあ、そうなんだけれども、それを今まで、まあ、例えば反日だとかいろんなものを使いながらそのお、まあ、国威発揚的にね、国民意識みたいなものを一生懸命醸成してきたんだと、だけど国のトップがこんな状況だっていうことがもう分かった瞬間に、みんながやっぱり本心に立ち返っちゃうと、あ、やっぱりもう国なんてものをその信頼してもしょうがないんだと、うん、いうことにもうどんどんなっていくんですよと。で、あのもう何年も前からそれはそうなんだけれども、若い世代というのはもうどんどんアメリカだとかね、そういうところに行って、向こうに、まあ、永住権を持ったり、あるいは場合によっては国籍も取ってしまうというようなことが最大の関心事だから、で、よくね、オーソンファさんっていうあの日本にいらっしゃるね、はい、あの韓国系の、はい、学者さんがおっしゃるけれども、韓国ではよその国の国籍を取ったらお赤飯炊きますからっていうね、うん、でそれが今やもうお赤飯を炊くっていう余裕すらないんですよって、私がだから、うん、お赤飯炊くんだもんねって言ったら、いやいやそういう余裕すらなくて、もうとにかくその韓国以外の、そして韓国よりも、まあ、先進国ですね、の国籍欲しいと、はあいうような、それも切実なね、はい、思いになっていると。つまりこの国で何かを成そうというような、そこに夢があるっていうようなことはもう全くないので、となんかあの、ね、よその国のことですけど伺えば伺うほどなんかこう気の毒っていうかね。そうなんですよ。でね、このね、やっぱ政治的にグダグダだということと、もう一つ韓国人にとって大きな打撃になっているのはやっぱサムソンの問題ですね。これそんな話じゃないですか。これ現代の話とは思えませんよね。いや、それはね、例えば先進国でもあるいは日本でもですよ、はい、その為政者、まあ、要するにトップ、国のトップなんていうのはすごく孤独だから、そういう心の隙間にスッと入り込んでね、まあ、いろんなこう還元を弄するみたいな、そういう輩が出てくるっていうのは、まあ、ありがちなことだけれども、でもどうもね、ちょっと質が違う。それからあの例のセウォル号事件の時に空白の何時間とかっていうのあったじゃないですか、あの時はまあ男性のことがね、いろいろ取り沙汰されましたけれども、どうもやっぱりこの方のそのこう周囲を取り巻くね、人間関係もおかしいし、それからとてもね、そういった大統領っていうのは基本的にはシステムの中にいる人なはずなんですよ。そういう感じが見えませんものね。なんかものすごく私ですね、私的な存在としていつもあるような感じを受けますよね。そういう意味でなんかこう政治システムそのものがものすごく全近代的なのじゃないかというふうに思えてならないんですけど、これ相当根が深いですね。そうですね。まあ余計なお世話せんばんですけど、その次期大統領のね候補にしても現時点ではパン・ギムンさんぐらいしかその名前は出てなくて、ね、トランプ候補的な存在が出てくる余地すらないという。いや、もう一人いるんですけれどもね、一応国内で、ただまあその機運が全然盛り上がってないというところが問題ですね。ということなんでしょうね、でやっぱり政治風土を改革するということがないと、誰が大統領になるかというよりも、今言ったみたいにね、つまり常に大統領というのはなんかすごく私的な存在として、いると、で国民から有利してしまっていると、こうなってくるとやっぱりこれダメですよね、誰がなろうが、そして加えて反日的な方針自体は絶対そうなので、何かっていうとやっぱり反日頼みでしょ、要は反日頼みで国をまとめて、で反日で国、日本を揺すって、まあ要するに言ってみれば日本に揺さぶりかけてね、日本から何かをぶんどろうっていうことだけでね、やっぱり生き延びようとすることにそもそも問題があるわけですよね。まあね、その、有馬さんのお知り合いの記者の方の予言になったらね、通りにならないことを、日本もなんか無関係でいられないですね、まあ、隣国のよしみとしてね、そうです、なんかお悔やみ申し上げるみたいな感じになっちゃいましたね。ですね。
なんていうかな、いろんな乱れがない部分がありますよ ね、 ね、それから今、まあ、我々にとってみればそれは脅威でしかないんだけれども、うん、核兵器の、はい、まあ、核の開発です ね、 これについても、まあ、ほぼ、ね、はい、成功して、特に核の小型化にも成功してきているだろう、ね、それからミサイル技術も飛躍的に向上している、ね、まあ、そういう意味では周囲に与えるね、はい、その威力というのかな、ね、それは増してるわけですよね、はいはい。中国のこのなんか不思議なニュースちょっと触れときます。不思議なニュースこちらと、ですね、韓国 の、 あの大統領がどうのこうのという、はい、こちらですよね、はい、会談資料もニュースが、はい、そうです、はい、ではこちらの韓国関連のニュース2枚いきましょう。日本との会談資料も入手かというね、韓国大統領の親友は、うん、はい、こちら深入りまいりましょう。共同通信によりますと、韓国のパク・クネ大統領が演説の原稿などの機密資料を親友の女性に提供していた疑惑に絡み、パク氏が大統領就任前に会談した安倍総理大臣の特使への対応方針も事前にこの女性に渡っていた疑いが浮上しました。これは韓国の JTBC テレビが伝えたもので、この親友の女性が日本との外交にも関わっていた可能性が出ております。パク氏は大統領就任前の2013年1月、安倍総理の特使として韓国を訪問した自民党の額賀元財務大臣と会談しました。その際の額賀氏への対応方針では、従軍慰安婦や島根県の竹島をめぐる問題への対応が言及されており、会談の9時間ほど前、この女性に電子ファイルで送られたということです。実際の会談でパク氏は歴史の直視に言及したものの、踏み込んだ発言はせず、両者は竹島をめぐる問題などで冷え込んだ日韓関係を修復していくことで一致していました。うーん、まあ、なんか一部では ね、要するにこう一種の洗脳、はい、みたいなこともちょっと言われていますよね。この親友の女性から受けていたというようなことですか。まあ、そういうようなね。で、やっぱりこのパク・クネさんっていう人は非常に孤独な人なんですね、昔から。あの大統領だから孤独というよりも、やっぱりね、そのパク・チョイの娘、長女であるっていう、まあ、やっぱり特殊な人ですよね、はい、うん、でご本人だってその、まあ、命狙われたこともあるしね、あの顔切られたこともありましたよね。で、そのまあ、ご両親自体がね、まあ、暗殺ということですからね、やっぱりそういうようなこう特殊な、ね、状況にある方だから、まあ、非常に孤独な人だっていうことは前から言われてたんですよね。で、昨日たまたまね、私さっき冒頭にもお話しましたよね、その、まあ、某三大師のね、はい、解説で、まあね、彼はね、はっきり言ってましたけどね、まあ、今回のこのことでもう極まれりだと思うけれども、はい、韓国は終わるかもしれませんと。 国が、うん、そこまで韓国の方がおっしゃるわけですか。はい、そうですね。で、まあまあ、彼はその非常に知日派でもあるしね、まあ、国際社会というところから俯瞰して韓国を見てる人だから、で、まあ、それは自分の勤めてる新聞では多分書けないと思いますよ。いや、ね、あの国の状況が。でも非常にもうね、なんていうのかな、悲観的に言っていました。で、まあ、ただね、これを言ったら怒るかもしれないけれども、はい、韓国人というのはどっかでね、でも、まあ、例えば日本は日本に散々こういろんな悪態をついたりしてるんだけれどもね、でも、まあ、日本はこういろいろ助けてくれる国だっていうふうには認識してるんですよ、というか、いやいや、それはちょっとね、もう今となってはそれはちょっと日本の国民世論として、そういうことにはならないよと、はい、でなんで そこまですごくこう悲観的に、ね、見てるかというと、はい、まあ、このことが出て、要するにパク・クネ大統領の支持率というのが10数%ですか、はいはい、まで、落ち込んでいる。本当はもっとないかもしれないと。あ、それでも水増しがあるんじゃないか、うん、じゃないかっていうふうに言ってるんですね。あ、1割もいるのかと、もうこの人支持してる人が、まあ、ただ固定的なね、なんかある種のこう、ファンみたいな人がいるから、まあ、それぐらいはいるのかな。でもこう実感としてはね、はい、10人のうち1人も支持してないんじゃないかっていうような感覚であると、はい、でしかし韓国はね、さっき冒頭おっしゃったように、そんなに簡単に大統領を下ろせないんですよ、はいはい、だからあと1年以上もの間ね、この状態続くわけですね、
そうすると今やっぱり北朝鮮が本当にどんどんね、いろんな形でこうせり出してきてるじゃないですか、この情勢の中で本当に韓国は持つんだろうかという危機感を持っていると、むしろそうなると安全保障を、もうその担うべきその一線の軍人さんたちとか、彼らの間で、そうなんですね、やっぱりですからそういったね、そのじゃあ安全保障を担っている人たち、特に現場を担っている人たちの、まあモチベーションというのかな、そういう問題にも相当影響してるでしょうし、すでにということですね。で、まあ、次の大統領がどうのこうのなんていう話題もね、出てはいるけれど、もうほとんど盛り上がらないんだと。それはなぜかというと、もう誰も国民が政治に期待していないと、いうことなんですよね。ですからね、もう韓国という国は本当に持たないかもしれませんと、はい、でそうなった時、一番困るシナリオとしては、まあ、北朝鮮が伸長してくるってことですよ。そうですね、間違いなくそうですよね。で、まあ、北だってね、あの内情はいろいろあるんだろうと思うけれども、ただ北朝鮮自体はやっぱりまあ独裁国家であるから、ある意味そのなんていうかな、いろんな乱れがない部分がありますよね。それから今、まあ、我々にとってみればそれは脅威でしかないんだけれども、核兵器の、まあ、核の開発ですね、これについても、まあ、ほぼね、成功して、特に核の小型化にも成功してきているだろう。それからミサイル技術も飛躍的に向上している、まあ、そういう意味では周囲に与えるね、その威力というのかな、それは増してるわけですよね、だから向こうの方がずっと、まあ言ってみれば貧乏なんだけれども、国力が増、でもどうもね、ちょっと質が違う。それから例のセウォル号事件の時に空白の何時間とかっていうのあったじゃないですか、あの時はまあ男性のことがね、いろいろ取り沙汰されましたけれども、どうもやっぱりこの方のそのこう周囲を取り巻くね、人間関係もおかしいし、それからとてもね、そういった大統領っていうのは基本的にはシステムの中にいる人なはずなんですよ。そういう感じが見えませんものね。なんかものすごく私ですね、私的な存在としていつもあるような感じを受けますよね。そういう意味でなんかこう政治システムそのものがものすごく全近代的なのじゃないかというふうに思えてならないんですけど、これ相当根が深いですね。そうですね。まあ余計なお世話せん番ですけど、その次期大統領のね、候補にしても現時点ではパン・ギムンさんぐらいしかその名前は出てなくて、ね、トランプ候補的な存在が出てくる余地すらないという。いや、もう一人いるんですけれどもね、一応国内で、ただまあその機運が全然盛り上がってないというところが問題ですね、ということなんでしょうね、でやっぱり政治風土を改革するということがないと、誰が大統領になるかというよりも、今言ったみたいにね、つまり常に大統領というのはなんかすごく私的な存在として、いると、で国民から有利してしまっていると、こうなってくるとやっぱりこれはダメですよね、誰がなろうが、そして加えて反日的な方針自体は絶対そうなので、何かっていうとやっぱり反日頼みでしょ、要は、反日頼みで国をまとめて、で反日で国、日本を揺すって、まあ、要するに言ってみれば日本に揺さぶりかけてね、日本から何かをぶんどろうっていうことだけでね、やっぱり生き延びようとすることにそもそも問題があるわけですよね。まあね、その、有馬さんのお知り合いの記者の方の予言になったらね、通りにならないことを、日本もなんか無関係でいられないですね、まあ、隣国の吉見としてね、そうです、なんか、お悔やみ申し上げるみたいな感じになっちゃいましたね。ですね。なんていうかな、いろんな乱れがない部分がありますよね。それから今、まあ、我々にとってみればそれは脅威でしかないんだけれども、核兵器の、まあ、核の開発ですね、これについても、まあ、ほぼね、成功して、特に核の小型化にも成功してきているだろう、それからミサイル技術も飛躍的に向上している、まあ、そういう意味では周囲に与えるね、その威力というのかな、それは増してるわけですよね、だから向こうの方がずっと、まあ言ってみれば貧乏なんだけれども、国力が増大していて勢いがあるということになっている。それからさらに、まあ前から私この番組でお伝えしてるんですけれどもね、なかなか日本のメディアはそれを言わないんだけれども、北朝鮮は今の金正恩の体制になって経済も持ち直してるんですよ。
いい方向に行ってしまっているんですよね。で特にその平壌だけではなく、はい、それ以外の都市部なんかでも、まあ、国民の生活というのはかなり良くなっているというふうに向こうに行っている人が実際に言っているんですね、ということになってくると、まあ、それでもまだ韓国との間ではすごく大きな差があるにもかかわらず、あまりにも韓国はもう政治的にグダグダになってしまって、全くグリップが効かない状態になってくると、まあ、北朝鮮が伸長してくるというようなことが、そうですね。で、まあまあ、彼はその非常に知日派でもあるしね、まあ、国際社会というところから俯瞰して韓国を見てる人だから、でまあ、それは自分ご自分の勤めてる新聞では多分書けないと思いますよ。いやね、あの国の状況が。でも非常にもうね、なんていうのかな、悲観的に言っていました。で、まあ、ただね、これを言ったら怒るかもしれないけれども、はい、韓国人っていうのはどっかでね、でもまあ例えば日本は日本に散々こういろんな悪態をついたりしてるんだけれどもね、でもまあ日本はこういろいろ助けてくれる国だっていうふうには認識してるんですよというから、いやいやそれはちょっと、そんなに簡単に大統領を下ろせないんですよ、はいはい、だからあと1年以上もの間ね、この状態続くわけですね、そうすると今やっぱり北朝鮮が本当にどんどんね、いろんな形でこうせり出してきてるじゃないですか、はい、この情勢の中で本当に韓国は持つんだろうかという危機感を持っていると。むしろそうなると安全保障を、もうその担うべきその一線の軍人さんたちとか、彼らの間で、そうなんですね、やっぱりですからそういったね、そのじゃあ安全保障を担っている人たち、特に現場を担っている人たちの、まあ、モチベーションというのかな、そういう問題にも相当影響してるでしょうし、すでにということですね。で、まあ、次の大統領がどうのこうのなんていう話題もね、出てはいるけれど、もうほとんど盛り上がらないんだと。それはなぜかというと、もう誰も国民が政治に期待していないと、いうことなんですよね。ですからね、もう韓国という国は本当に持たないかもしれませんと、でそうなった時、一番困るシナリオとしては、まあ、北朝鮮が伸長してくるってことですよ。そうですね、間違いなくそうですよね。でまあ、北だってね、内情はいろいろあるんだろうと思うけれども、ただ北朝鮮自体はやっぱりまあ独裁国家であるから、ある意味そのなんていうかな、いろんな乱れがない部分がありますよね。それから今、まあ、我々にとってみればそれは脅威でしかないんだけれども、核兵器の、まあ、核の開発ですね、これについても、まあ、ほぼね、成功して、特に核の小型化にも成功してきているだろう。それからミサイル技術も飛躍的に向上している、まあ、そういう意味では周囲に与えるね、その威力というのかな、それは増してるわけですよね、だから向こうの方がずっと、まあ言ってみれば貧乏なんだけれども、国力が増大していて勢いがあると、いうことになっている。それからさらに、まあ、前から私この番組でお伝えしてるんですけれどもね、なかなか日本のメディアはそれを言わないんだけれども、北朝鮮は今の金正恩の体制になって、経済も持ち直してるんですよ、いい方向に行ってしまっているんですよね、で特にその平壌だけではなく、それ以外の都市部なんかでも、まあ、国民の生活というのはかなり良くなっているというふうに向こうに行ってる人が実際に言っているんですね、ということになってくると、まあ、それでもまだ韓国との間ではすごく大きな差があるにもかかわらず、あまりにも韓国はもう政治的にグダグダになってしまって、全くグリップが効かない状態になってくると、まあ、北朝鮮が伸長してくるというようなことが、まあ、現実にね起こりうるんだけれども、ただその、まあ、私の友人が言ってたのは、そういう危機感が本当の意味でないですよと。韓国国内でも、韓国国内でちょっと弛緩しちゃってると言いますかね、だから韓国も平和ボケなんですって、なんかそうはちょっと思えないんだけれども、まあ彼はそういうふうに言ってるんですよね。いやーねー、でね、やっぱりね、そう比較して言ってましたけどね、いや日本人がよく自重気味にね、いや平和ボケしてますよっておっしゃるけれども、日本人は平和ボケしてると言いながらも、みんなが社会のために働いてるじゃないかと、で韓国人は基本的には自分のためにしか働きませんと、もともとそもそもが、そうなんだけれども、それを今まで、まあ、例えば反日だとかいろんなものを使いながら、その、まあ、国威発揚的にね、国民意識みたいなものを一生懸命醸成してきたんだと、だけど国のトップがこんな状況だっていうことがもう分かった瞬間に、みんながやっぱり本心に立ち返っちゃうと、やっぱりもう国なんてものをその信頼してもしょうがないんだと、
いうことにもうどんどんなっていくんですよと。で、もう何年も前からそれはそうなんだけれども、若い世代というのはもうどんどんアメリカだとかね、そういうところに行って、向こうに、永住権を持ったり、あるいは場合によっては国籍も取ってしまうというようなことが最大の関心事だから、でよくね、オーソンハさんっていう日本にいらっしゃるね、韓国系の学者さんがおっしゃるけれども、韓国ではよその国の国籍を取ったらお赤飯炊きますからっていうね、でそれが今やもうお赤飯を炊くっていう余裕すらないんですよって、私がだからお赤飯炊くんだもんねって言ったら、いやいやそういう余裕すらなくて、もうとにかくその韓国以外の、そして韓国よりも、先進国ですね、の国籍欲しいと、はあいうような、それも切実なね、思いになってると。つまりこの国で何かを成そうというような、そこに夢があるっていうことはもう全くないので、となんかよその国のことですけど、伺えば伺うほどなんかこう気の毒っていうかね。そうなんですよ。でね、このね、やっぱ政治的にグダグダだっていうことと、もう一つ韓国人にとって大きな打撃になってるのはやっぱサムソンの問題ですね。これもやっぱり相当なね、こうショックというのが、テレフォンじゃなくてテロフォンだなんていう言われ方のね、携帯電話でしたっけ、発火しちゃうっていうね、でやっぱりその、特に韓国は財閥支配の国だから、そしてその中でもとりわけサムソンというのはね、そういう、その中のトップじゃないですか。もちろん名門ですね、そうなんですよね。で私たちはね、なんかこう携帯電話の会社とかね、家電系の会社っていうイメージしてるけれども、韓国に行ってちょっと仕事してみると分かるんですけれどもね、ありとあらゆる産業がその傘下に入ってるんですよね。例えば韓国で一番名門と言われるシーラホテルっていう、シンラとかシラギのシーラ、シーラホテルっていう一番名門のホテルなんですよ、あそこもサムソンのグループなんですね。ですから、そういうふうにね、ですからこの財閥の優が崩れたらどうなるんだっていうね、今までは大体ね、その財閥系の企業に入ってる人たちは肩で風切ってましたよ、それなりに高級でね、で逆にその人たちとそこの傘下にいられない一般庶民との間の格差が広がってるってことが問題だったんだけれども、こっちの、人たちも、現代の特権階級ですよね、こういう人たちすらも、もしかしたらダメかもしれないというようなことがあって、さらに大統領は言ってみればこの手たらくだという状況だと、もう韓国という国が本当に、ということを三大紙の解説委員が言うんですよ。それはもう友人だからのそのあれですけど、プライベートトークですけれども、いやでもだからこそ本音の部分が、見え隠れ、そうなんです、せざるを。だからそのこんなこと言うのは申し訳ないけれども、自分の彼息子がいるんだけれども大学生なんだけど、日本の大学に来てますよ、つまり小学校時代日本で過ごしたから、もう日本のこの気分なわけだから、絶対自分はもうどんなことしても大学は日本に行くっていうふうに言ってて、本当に日本に来てるんですけれども、とにかくもう息子には日本人になってほしいと、このまま、具体的に帰化とか、それも視野に入れてという、どうせ自分たち親の方が先にね死ぬんだけれども、もう日本息子には無事に日本人になって、いい日本人として生きててほしいっていう、そういうこと。なんか響きが切ないですね。切ないんですよ、もう本当に。なんですかね。いやだから別に私、視聴者の方々に同情してやってくれって言ってるわけじゃないですよ。だけどね、やっぱり韓国のね、つまり韓国人っていうのはもともと一人一人見たらものすごいパワーがあるわけ、なんでこんなことになっちゃうんだろうなっていうね、本当に不思議な感じなんですけれども、まるでね、やっぱりだから韓国の王朝ドラマなんかを見てるようなね、ものすごくそのなんて言ったらいいのかな、ちょっと近代社会とかけ離れたような、ね、全く王朝みたいでしょ、つまりパク王朝みたいなのがあってね、そこのその孤独なお姫様がいよいよ実権を握りましたけれども、なんかよくわからない人にね、操られてましたっていうのかな、そんな話じゃないですか、これ現代の話とは思えませんよね。そうですね。いや、それはね、例えば先進国でも、あるいは日本でもですよ、その為政者、要するにトップ、国のトップなんていうのはすごく孤独だから、そういう心の隙間にすっと入り込んでね、いろんなこう還元を弄するみたいな、そういう輩が出てくるっていうのは、ありがちなことだけれども、
のこのなんか不思議なニュースちょっと触れときます。不思議なニュースこちらと、ですね、韓国 の、 あの大統領がどうのこうのという、はい、こちらですよね、はい、会談資料もニュースかというね、はいはい、ではこちらの韓国関係のニュース2枚いきましょう。日本との会談資料も入手かというね、韓国大統領の親友は、うん、はい、こちら深入りまいりましょう。共同通信によりますと、韓国のパク・クネ大統領が演説の原稿などの機密資料を親友の女性に提供していた疑惑に絡み、パク氏が大統領就任前に会談した安倍総理大臣の特使への対応方針も事前にこの女性に渡っていた疑いが浮上しました。これは韓国の JTBC テレビが伝えたもので、この親友の女性が日本との外交にも関わっていた可能性が出ております。パク氏は大統領就任前の2013年1月、安倍総理の特使として韓国を訪問した自民党の額賀元財務大臣と会談しました。その際の額賀氏への対応方針では、従軍慰安婦や島根県の竹島をめぐる問題への対応が言及されており、会談の9時間ほど前、この女性に電子ファイルで送られたということです。実際の会談でパク氏は歴史の直視に言及したものの、踏み込んだ発言はせず、両者は竹島をめぐる問題などで冷え込んだ日韓関係を修復していくことで一致していました。うーん、まあ、なんか一部ではね、要するにこう一種の洗脳、はい、みたいなこともちょっと言われていますよね。この親友の女性から受けていたというようなことですか。まあ、そういうようなね。で、やっぱりこのパク・クネさんっていう人は非常に孤独な人なんですね、昔から。あの 大統領だから孤独というよりも、やっぱりね、そのパク・チョンイの娘、長女であるっていう、まあ、やっぱり特殊な人ですよね、はい、うん、でご本人だってその、まあ、命狙われたこともあるしね、あの顔切られたこともありましたよね。で、そのまあ、ご両親自体がね、暗殺ということですからね、やっぱりそういうようなこう特殊な、ね、状況にある方だから、うん、まあ、非常に孤独な人だっていうことは前から言われてたんですよね、はい、で昨日たまたまね、私さっき冒頭にもお話ししましたよね、その、まあ、某三大師のね、はい、解説で、まあね、彼はねはっきり言ってましたけどね、まあ、今回のこのことでもう極まれりだと思うけれども、うん、はい、韓国は終わるかもしれませんと。 国が、うん、そこまで韓国の方がおっしゃるわけですか。はい、そうですね。で、まあまあ、彼はその非常に知日派でもあるしね、まあ、国際社会というところから俯瞰して韓国を見てる人だから、はあ、でまあ、それは自分ご自分の勤めてる新聞では多分書けないと思いますよ。いや、ね、あの国の状況が。でも非常にもうね、はあ、なんていうのかな、悲観的に言っていました。で、まあ、ただね、これを言ったら怒るかもしれないけれども、はい、韓国人というのはどっかでね、でもまあ、例えば日本は日本に散々こういろんな悪態をついたりしてるんだけれどもね、でもまあ日本はこういろいろ助けてくれる国だっていうふうには認識してるんですよというから、いやいや、それはちょっとね、もう今となってはそれはちょっと日本の国民世論として、そういうことにはならないよと、はい、でなんで そこまですごくこう悲観的に、ね、見てるかというと、はい、まあ、このことが出て、要するにパク・クネ大統領の支持率というのが十数パーセントですか、はいはい、まで、落ち込んでいる。本当はもっとないかもしれないと。あ、それでも水増しがあるんじゃないか、うん、じゃないかっていうふうに言ってるんですね。あ、1割もいるのかと、もうこの人支持してる人が、まあ、ただ固定的なね、なんかある種のこう、ファンみたいな人がいるから、まあそれぐらいはいるのかな。でもこう実感としてはね、はい、10人のうち1人も支持してないんじゃないかっていうような感覚であると、はい、でしかし韓国はね、さっき冒頭おっしゃったようにね、もう今となってはそれはちょっと日本の国民世論として、そういうことにはならないよと、でなんでそこまですごくこう悲観的にね見てるかというと、まあ、このことが出て、要するにパク・クネ大統領の支持率というのが十数パーセントですか、はいはい、まで、落ち込んでいる。本当はもっとないかもしれないと。あ、それでも水増しがあるんじゃないか、じゃないかっていうふうに言ってるんですね。あ、1割もいるのかと、もうこの人支持してる人が、まあ、ただ固定的なね、なんかある種のこう、ファンみたいな人がいるから、まあそれぐらいはいるのかな。でもこう実感としてはね、はい、10人のうち1人も支持してないんじゃないかっていうような感覚であると、でしかし韓国はね、さっき冒頭おっしゃったように、そんなに簡単に大統領を降ろせないんですよ、はいはい、だからあと1年以上もの間ね、この状態続くわけですね、
そうすると今やっぱり北朝鮮が本当にどんどんね、いろんな形でこうせり出してきてるじゃないですか、はい、この情勢の中で本当に韓国は持つんだろうかという危機感を持っていると。むしろそうなると安全保障を、うん、もうその担うべき、はい、その一線の軍人さんたちとか、うんうんうん、彼らの間で、そうなんですね、やっぱりですからそういったね、そのじゃあ安全保障を担っている人たち、特に現場を担っている人たちの、まあモチベーションというのかな、そういう問題にも相当影響してるでしょうし、すでにということですね。で、まあ次の大統領がどうのこうのなんていう話題もね、出てはいるけれど、もうほとんど盛り上がらないんだと。それはなぜかというと、もう誰も国民が政治に期待していないと。いうことなんですよね。ですからね、もう韓国という国は本当に持たないかもしれませんと、はい、でそうなった時、一番困るシナリオとしては、まあ、北朝鮮が伸長してくるということですよ。そうですね、間違いなくそうですよね。で、まあ、北だってね、あの内情はいろいろあるんだろうと思うけれども、ただ北朝鮮自体はやっぱりまあ独裁国家であるから、ある意味その韓国のこのなんか不思議なニュースちょっと触れときます。不思議なニュース、こちらと、ですね、韓国 の、 あの大統領がどうのこうのという、こちらですよね、はい、会談資料もニュースかというね、はいはい、ではこちらの韓国関係のニュース2枚いきましょう。日本との会談資料も入手かというね、韓国大統領の親友は、はい、こちら2人に参りましょう。共同通信によりますと、韓国のパク・クネ大統領が演説の原稿などの機密資料を親友の女性に提供していた疑惑に絡み、パク氏が大統領就任前に会談した安倍総理大臣の特使への対応方針も事前にこの女性に渡っていた疑いが浮上しました。これは韓国の JTBC テレビが伝えたもので、この親友の女性が日本との外交にも関わっていた可能性が出ております。パク氏は大統領就任前の2013年1月、安倍総理の特使として韓国を訪問した自民党の額賀元財務大臣と会談しました。その際の額賀氏への対応方針では、従軍慰安婦や島根県の竹島をめぐる問題への対応が言及されており、会談の9時間ほど前、この女性に電子ファイルで送られたということです。実際の会談でパク氏は歴史の直視に言及したものの、踏み込んだ発言はせず、両者は竹島をめぐる問題などで冷え込んだ日韓関係を修復していくことで一致していました。まあ、なんか一部ではね、要するにこう一種の洗脳、はい、みたいなこともちょっと言われていますよね。この親友の女性から受けていたというようなことですか。まあ、そういうようなね。でやっぱりこのパク・クネさんっていう人は非常に孤独な人なんですね、昔から。あの 大統領だから孤独というよりも、やっぱりね、そのパク・チョンイの娘、長女であるっていう、まあ、やっぱり特殊な人ですよね、はい、でご本人だってその、まあ、命狙われたこともあるしね、あの顔切られたこともありましたよね。で